ようお前ら、俺様だ。今回もね、中学生の頃のテストの紹介ですね。これもね、この前の国語と同様、同じ時のテストで、あれですね、中学校入ったばっかりのなんか学力テストですね。要だから内容は小学6年生の内容だと思います。で、問題用紙がないんでね、わかんないんですけど、まあ、これ理科のテストで75点なんで、ちょっといまいちですね。ダンゴムシの糞っていう回答があります。これもしダンゴムシのうんこって書いたら、丸もらえるんでしょうか。うん。あ、おそらくね、これね、ここの最後全部バスになってるんですけど、10番のね、四角10の A と B って書いてあるでしょ。で、これ選択問題なんですよ。で、多分どっちか選択して答えないといけないんで、多分これ両方書いてるからもうこれ点数になってないってことでしょうね。ちょっともったいないことしましたね。だからね、もしかしたらこの火山灰、イ、断層、アって書いてありますけど、合ってるかもしれないですね、どっかしら。合ってるかもしれないけど、こう、両方書いちゃったから、無効ってことで点数にならなかったんですね。はい。火が燃える働き。なんか面白そうな単元ですね。ボーボーする働き。うん。ということでね、この時のテストは、中学1年生の入ったばっかりのテストは75点でした。はい。それではさよなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボー。ボーボー。ぼー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 ぼ